ウィリアム・ハワード・ヒントンはアメリカ合衆国の農業従事者、ジャーナリストである。ハンテという中国名を持つ、マルクス主義を信奉しており、1966年に出版された本心という本でよく知られている。この本は1940年代の中国共産党による土地改革計画を中国北部の山西省にある長州村で記録した、 革命のドキュメンタリーである。続編で1950年代から文化大革命にかけてのこの村の様子を描いている。ヒントンは多くの執筆や講演で、毛沢東主義の考え方を説明し、後には、東小平の市場改革を批判するようになった。ヒントンは1919 19年2月2日にイリノイ州シカゴで生まれた。 父のセバスチャン・ヒントンは弁護士で、ジャングルジムを発明したことで知られているが、後に自殺している。父方の祖,祖父に、数学者のジョージ・ブール、祖父に、数学者のチャールズ・ハワード・ヒントン、大場に、小説家のエセル・リリアン・ボイニッチがいる。母のカーメリタ・ヒントンは教育者で、バーモント州の独立精神学校である、パットニースクールの創立者である。 妹のジョーン・ヒントンは、各物理学者で、ロス・アラモス国立研究所で、マンハッタン計画に携わった後、北京に移住して、毛沢東主義者となった。ヒントンは、ハーバード大学に2年間通い、スキー部のキャプテンを務めた。1939年、ワシントン山頂から滑り降りるスキーレースである、インフェルのレースに出場した。この時、前を滑るトニー・マットが、 ヘッドボールを自家格好で滑り降りた。ヒントンは1996年に観客から大きな歓声が上がったので、マットが何か特別なことをしたのだと分かったと述べている。ヒントンは1941年にコーネル大学で農学と落農学の学士号を取得した。ヒントンは1937年に初めて中国を訪れた。当時のアメリカでは、 1920年代以降の中国共産党に対する見方が不安と敵意の間を行き来していた。アメリカで共産主義の専門家と称する人の多くはマルクス・レーニン主義の政党がアジアの農民に受け入れられていることに戸惑いを覚えていた。外交官の中には中国共産党を革命家を自称する農地改革派とみなす者も,もいた。また、 中国共産党がソ連とどの程度結びついているのかもわからなかった。フランクリン・リー・ルーズベルト大統領やヘンリー・ルースのタイム氏をはじめとするメディアが国民党に注目していたこともあり、中国で共産党が重要な位置を占めるようになってもアメリカの一般市民の関心は薄かった。第二次世界大戦でアメリカが中華民国や他の連合国と一緒に 対日戦争に参戦した時、国民党を率いる対日連合戦線が共産党と暗黙の同盟を結んでいたにもかかわらず、アメリカの外交官には共産党との接点がほとんどなかったのである。ヒントンが初めて中国を訪れた1930年代半ば、エドガースノー、ヘレン・フォスタースノー、オーウェン・ラティモアなどの数少ないアメリカ人ジャーナリストが、 国民党の封鎖をかいくぐって共産党の支配地内に潜入していた。彼らは皆自分たちが目にした共産党の高い指揮、社会改革、対日戦争への貢献を称賛した。その後、1945年から1953年にかけて中国に滞在した。アメリカの戦時情報局の職員だったヒントンは重慶で行われた。 国民党と共産党の和平会談に出席し、周恩来や毛沢東に会っている。その後、山西省南東部の解放区である、長寺市近郊の大学に、英語教師として赴任した。その後、国連のトラクター技術者として、中国の農村で、近代的な農法の研修を行った。1948年に、ヒントンが働いていた省を、 共産党が解放したとき、彼は大学に所属する農地改革作業チームへの参加を希望し、長寿市郊外の長小村に移った。同年、当時の妻であるバーサスネックと中国で合流した。ヒントンは8ヶ月間、畑仕事に従事しつつ、農地改革の会議に出席し、そのプロセスを丹念にメモした。農業の機械化や、 教育の発展を支援し、主に共産党が支配する中国北部、長寿市の村に滞在して、住民との信仰を深めた。ヒントンは、識字率の向上、封建制度の解体、女性の平等性の確保、村を治めていた、新朝時代からの地主制度を、評議会に置き換えるなど、共産党の取り組みを地元の人々に紹介した。ヒントンは、 中国滞在中に1000ページ以上のメモを取ったという。朝鮮戦争が終結した1953年、ヒントンはアメリカに帰国した。ヒントンは中国での革命の記録をまとめたいと考えていたが、当時はマッカーシズムの真っただ中であり、中国で記録した書類は税関で押収され、ジェームズ・イーストランド上院議員が委員長を務める。 上院の国内安全保障委員会に引き渡された。その後も FBI からの嫌がらせが続き、パスポートを募集され、教師としての仕事も一切できなくなった。最初はトラックの整備士として働くことを許されていたが、後にブラックリストに掲載され、どこからも雇用されなくなった。そのため、母親から受け継いだ土地で農業を始め、 15年ほど農業で生計を立てていた。この間、ヒントンは中国の革命について語り続け、上院委員会から自分の書類を取り戻すための訴訟を行い、最終的に勝訴した。中国で記録した書類が政府から返還された後、ヒントンは観察者であり、参加者でもあった、長生村の農地改革を記録した、本心の執筆を始めた。 この本は、多くの出版社から出版を断られた後、1966年に、マンスリーレビュー社から出版され、数十万部の売り上げを記録し、10カ国語に翻訳された。この本の中で、ヒントンは、長生村での革命の体験を検証し、中国の農村における、対立、矛盾、協力を描いている。エドガースのが亡くなった後は、 中華人民共和国に登調するアメリカ人として最も有名になり1974年から1976年にかけて米中人民友好協会の初代会長を務めた同協会は州オンライトのインタビューを掲載して物議を醸した1971年には文化大革命のさなかの中国を再訪問にした文革の目的自体は 支持しながらも、聖火大学での公衛兵同士の権力闘争を批判的に描いた百日戦争を執筆した。1980年代にポストモ沢タクト政権が人民公社を撤廃しても、ヒントンは中国共産党を支持した。しかし、当昌平の市場改革により、中国がモ沢タクトの社会主義から離れていくにつれて、ヒントンは 中国の政策に対し冷淡になっていった。最終的には、深こぼしや大逆転を表し、中国共産党が掲げる社会主義市場経済や改革開放に率直に反対するようになった。1995年、妻のキャサリン・チュウがユニセフの職員としてモンゴルに赴任した際、ヒントンも同行し、モンゴルで農学の指導に当たった。1945年、 作家、翻訳家のバーサスネックと結婚した。二人の間の一人娘のカルマは、学者、ドキュメンタリー映画監督で、映画、天安門の共同監督の一人である。1954年にバーサと離婚した。1958年、夜勤技術者のジョアンヌ・ライフォードと結婚し、三人の子供を設けた。1986年にジョアンヌが亡くなった後、 1987年にユニセフ職員のキャサリンチュウと結婚した。ヒントンは2004年3月15日にマサチューセッツ州コンコードにて85歳で死去した。ありがとうございます。